さて始めよう。あんたは怠け者みたいに遅いな。早くしろと。ワインすらに誰かが。いや、ただ、ビンとなとしてのあなたの未来が待ってるだけ。うん、進めるんだよね。あ、なんか動き出してるよ。来るのかな、ここに。ちょっと気になっちゃうね。お。おお。大事故じゃん。もうこれ進めるだけだよね。さあ、来た。これで押すやつね。来た、来た、来た。最初にもやったよね。さあ、この画面は収穫の結果を見ることができる。今からブドウの状態を変えていき、使いたいタンクを選ぶことができると。バルベーラ 2021B 級6714IB かな？ LB かな？こっち小文字だよね。669ガル。GAL。あ、単機能がそうなのね。で、これはトレーラーなんで、今は多分ないと。もうやっとっていいんですか？開始しちゃって。もうワイン作っちゃっていいんだよね。あ、タンクの選択。ブドウ果汁、バルベーラ2021。今取ったやつ。で、すべてでしょうね。販売価格は1.1ユーロキログラム。キログラム1.1ユーロ。収入はまだだよね。結果として出んのかな？で、タンクはグラスファイバータンク。うん、ああ、もうこれ、総量ですかね。まあ、全然入るよと。うん。あ、これしないとね、運の。ここに入れるんだよね。だからしないと販売する数に含まれるのかな。もうそのまま売っちゃうみたいなことですかね。さあ、初めての収穫を乗り越えたんだなと。余裕ですね。うん。あなたとあなたの世代はいつも私を貶めて、私たちの能力を疑っていますねと。うん、世代間の格差みたいなものを、ね、突きつけてますけど。次、破砕？破砕するらしいと。うん。今、ひまわりの種がないな。それがなければ最後まで我慢できるか自信がない。あ、食べるの？こいつが。野球選手みたいですね。ジャニーさんだったんですか？ブドウ園にひまわりの種の殻をたくさん捨てていったのは。またすごい推理だな。もう少しブドウ園でシャーロックコックでもしていたいところだが、仕事に戻らなくてはならないと。じゃあ今日はブドウ潰すぞと。破砕ね。砕くんだね。簡単そうですね。さて、野蛮人のようにブドウを潰し始める前にはっきり言っておく。これ穏やかな作業だ。ブドウの皮を破り、果肉をして？果肉をして。聞いてるのか、ロンドン。どこなんだろうね、逆に。ブドウ潰して果汁が酵母やタンニンまたは、皮にある他の成分に自由に触れるようにする必要があると。うーん、なるほど。果汁がね。火災は この辺が専門用語すぎるな。何かの直後に行うと。これ身を一個ずつ取るか取らないかはビントの話なんだね。質問は。ね、皮肉を言われるより後で本を読んで答え探した方がいいと思いますねと。さあ、じゃあ、ぶどう潰すと優しくなった。じゃあ、本で読もうかな。破砕とはワイン醸造の過程でぶどう潰すことにより果肉を絞り出す作業。その名の通り、優しく破砕することである。その名の通りなのかな。力をかけることで果汁が酵母タンニンや皮ね、果皮かなと自由に接することができる。あ、これね、さっき言ってたね。で、ブドウから、ブドウから取り除く。
ブドウをこれから取り除くんじゃねえかな。ワインの色と特性を獲得するためのプロセスであると。で、まあこれが分かりやすいよね。こう潰しているわけですよね。優しいのかな、あれはね。でこれね、ブツブツでやって、こうジョーって出てくるわけでしょ。見てると気持ちいいと思うんですけどね。あ、冬になってるね。イベントによってより多くのボードスペースが必要となります。テクノロジー画面でスペースを広げる。ボードは今あるこの 3×3 のやつだよね。さあ、てかいっぱい出てます。さあ、テオ。お、テオ。久々じゃないか、テオ。最近はワイン作りについての本を読んでいます。親父はいろいろな本を残したから、メモがあったり変なアイコンや古い写真があったりしますと。いいですね。そうでもわからないことがいっぱいあります。これ選定かな、どうすればいいですかと。今のあなたにはまだ少し早いですね。すごい、なんか学べつつできるね。ゲーム的にはね、別にあの用語とか知らなくとも進められるとは思うんですけど、あれ見ていくのも面白そうだね。ちゃんとね。さあ、テクノロジー。経験と時間必要な選定なのかな?として進めてますけどね。ちょっとわからないと。より大きなボードが必要なので、テクノロジー、歯車マーク、歯車3つマークを選んで新しい項目を開放しよう。ボードレベルアップを選択しようと。メニュー。メニューね。ここなの。のテクノロジー4番。で、ボード拡張2つ、あ、どれやってもってことやかな。ボード拡張すると毎ターンに使えるカードが増加する。500ユーロ。2ついこうかな。1万ユーロ。あ、インフレしてるんだけど。物価が、物価が急騰してます。あ、残高見れんじゃん。これ残高だよね。支出少ないね。こうやって考えると。で、所持中のブドウ園。あ、これはプロセス待ちのやつか。なんか、選定とかなのかな。ワインセラーなのがさっきのバルベーラ2021。いやー、なるほどね。あ、で、これできるか。で、今もやってるわけだから、他にいるわけだよね。さあ、これ、ブドウの冬の部分を除去する。鶴の冬の部分を除去する。冬には通常1年未満の鶴の枝部分を取り除く必要がある。来年の生産に必要な芽は残しておくと。なあ、冬の部分を取り除くと。あ、ここね。あ、違う。あるか。はいはいはい。ブドウの芽の数は、ブドウの品質収穫量を熟度に影響します。好きな切り方がありますと。ああ、ちょっと飛ばしちゃったね。ここね、見てたんですけど。さあ、彼は本当にひどいんだよと。さっきのやつのことかな。さあ、ワイン専門家ってわかるだろう。完璧なワインを出さなければならないというストレスを常に感じている人たちだよと。職人だね。だ、テオのワイン作りの講義が恋しかったよと。いい笑顔だね。さあ、レベルアップのチャンスが来たねと。さっきのおじいちゃんどうすればレベル上がるんじゃないかな。さあ、ブドウの、不要な部分や必要のない部分を取り除くこと。冬に行って来年の生産に必要な芽を残すこと。まあ、邪魔なものを切って芽を残すと。シンプルなプロセスだね。いや、ブドウの品種でやり方、適切な方法が変わると。これはゲーム内どういう風になってるんでしょうね。ブドウ園のウィスパラー。なるほど、冬の部分を取るとき目を残すねと。
一言で言えば、芽が少ないとワインの質が良くなり、芽が多いとワインの量が増えると。で、質か量かとね、まあ、それこそ栄養とかに関わってくるんでしょうね。だ、めっちゃ高いワインを富裕層に売るかっていうことですよね。常に質と量のバランスを取ることだねと。そう、合ってる。だ、これが、だ、これ最高だよね。こうすると成熟は、まあ、プラス1個で、品質はマイナスで、量はプラスプラスなんだけども、一番少ない状態にすると成熟品質がとても高く、量はマイナスマイナスと。おー、なるほどね。真ん中とかにすると、まあ、数は多分普通で、その変わりなくだと思うんだけども、成熟品質がまあまあって感じですね。まあ、最初ちょっとね、品質高めにしようか。やっぱ今の時代かかっていくんならね、大量生産にかなうわけはないんで、一定その品質でもってね、まあちょっと分かる人から勝負を仕掛けていくと。これはまあもういらないね。で、次発酵。これ多分完成する前に春迎えて次の行くんじゃないの。で、つか、あ、そうか、でタンクがないと、あ、次のかもしてきてもいけないから、終わらせないといけないというかね。もう説明ないんだね。発酵、酵母の代謝によってブドウジュースに含まれる糖分が酵母に転換される過程であり、上手、上必要不可欠な一環であると。発酵は酵母の代謝によってブドウジュースに含まれる糖分が酵母に転換される過程であり、あ、なんか繰り返してる今。まあ、とはいえね、まあ、その作業を一つずつ進めていけばいいので、まあ、その過程を学びながらできるとね、学びが深いゲームですね。で、まあ、これ繰り返すことで、まあ、どうやり方がいいのかっていうのを試していくんだよね。まあ、ストーリーがあるんでね、ストーリーの過程も大事ですけど、なんか普通にチャレンジモードとかあったので、なんか品質を良くしてなんかあんのかな、なんか、賞とかありそうだよね。で、発酵とは、粉糖、まあ、この粉糖を使ってアルコールを得る過程、発酵期間や使用する酵母を選ぶことができます。酵母によってワインに与える風味も異なりますと。改めてロンドン、こんにちは。ああ、また来てるよこいつ倒せばレベル上がると思うけどね。さて、今日はワイン作りの中でも最も複雑な部分の一つを紹介する。あんたの無能さに圧倒されそうになった時のためにひまわりの種も用意しておいたと。ナッツとかじゃダメなのかな。ひまわりの種がいいんですかね。まあ、食べれると思うんですけど。じゃあ、ブドウを潰すことについて言ったことを覚えてるかと。優しく果汁を絞り出すんでしょ。優しく皮を破り、果汁を出し、酵母によく触らす、触らせて。で、次は発酵。この間、酵母の働きによってブドウの糖分はアルコールに転換される。まあそうだよね、そうでしょうね。糖と酵母が出会い、バンとワインができました。そんなに甘くない、早くないぞと。発酵はワインのボディ、甘み、タンニン、酸味に影響を与える。ボディ、ワインのボディ色なのかな。ブドウの品種によってそれぞれの特性の最適値が異なると。ボディが気になるね。私がね、飲んだ古酒、その日本酒の熟成酒も、まあ、数年違うだけでね、色味が全然違ってね、っていう部分でこのボディもそういうことなのかな。色が変わったりってとこあるのかな。赤とか白とかその辺しかあんまね、印象にはないですけど、ワインっていうと。今何ワインを作ろうとしてるかもね、いまいちわからないですけど、オーソドックスなのは赤なのかな。甘みとタンニンは発酵期間に影響される。ほう、長いほどどうなるんでしょうね。ちんぷんかんぷんです
うん。今俺は疲れている。シマリの種もほとんどなくなってしまったと。結構多いと思うけどな、ああいうのって。袋でね、パンパンに詰まってると思うんだけど。今、例として、バルベーラというブドウを発酵させるつもりだと仮定してみようかと。はいはい。この場合の最適値はタンニンが、まあ、2でいいんだよね、この場合だと。2。甘みが2と。さて、10にやってみるといい。まあ、そう言っても、あんたが持ってる知識と基本的な道具しかない現状でうまく作れるかどうか疑問だけどね、と。まあ、こっちの10は多分動かないんだよね。2が変数なんじゃないかなと思うけど。か、こういうなんか、まあまあまあ、見てみよう。甘味担任が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10で10分の2なわけだよね。だからこっちの10は変わらないはず。さあ毎日食べてるひまわりの種に楽観的になれる薬をちょっと入れた方がいいのではと。うん、なるほど。ひまわりの種ってストレス解消には良さそうだけど栄養はなさそうだよね。まあナッツなら太りそうですけど。さあワインの特徴で、ボディは正式的な用語ではなく、強度のレベル。一番薄いから一番濃い。によってワインを分離する方法であると。ほん、薄いから濃い。ボディ。これね。甘さ。さっき見たやつね。タンニン。タンニンはブドウの皮とタンニンに含む天然ポリフェノールであり、OK、記憶圏にもタンニンが含まれていると。タンニンをワインを低下することができ酸化防止の効果もある。天然ポリフェノールを味見したい場合バナナの皮を噛んでみてください。あー、なるほど、そういうやり方があるんだね。安定化すると、で酸と、さっきですね、酸味与えるよと。酸度大事ですよね。酸度であってんのか分かんないけど、酸の度合いね。で、典型性、これは正式的な科学用語ではなく、あなたのワインが該当エリアに生産されたワインの中で存在する典型的な代表性を示しています。これがなんか生産地的なものの部分なのかな。該当エリアに生産されたワインの中で存在する典型的な代表性。で、そう、こうやってこの下がってっていうのはこれ22でもできてると思うのかな。ロングにするとこれが4になって、このよくわかんないのが4になってるで1個残ってるってことですかね。多分ショートでいいってことですよね。発酵期間で短いと甘いのかな。でこれね、ブリッコ原産で多分いいんだろうなと。で、ポンプオーバー、あ、パンチダウン、なんか前になんか密上酒作るゲームで俺やった気するな。これ似たようなことね。 F9 ブドウの皮からは単に抽出できないと。あ、これ変わるね。1日1回だとブドウの皮から少量の単にが抽出できるが変化ない。1日2回だと一定量の担任が抽出でき1上がるようだと。で、パンチダウン。ブドウの皮から大量の担任を抽出できると。これは維持ない方がいいんだよね。22だったはずなんで。ね、発酵期は短くて抽出はしないと。いいんですか？さあ、終わったね。カードは増えないね。手元に来るカードみたいなものをうまく置いていけばとりあえず進んでいくと思われると。あ、さあ出た次のやつ、圧搾プレスですね。プレスとはブドウの圧搾機を使ってブドウから果汁を絞り出す、取り出す作業であると。このようにして得られた果汁はタンニン含有量酸度フェノール含有量が高くなる。あれ、色が濃くなると皮とか茎とか種との接触によって
くなる。より強くプレスすると獲得するブドウジュースの品質を低下させますが、量が増えます。疲れているのは確かにね、だいぶ新しい要素がバンバン来てますね。こちゃんと振り仮名がある本で読みたいね、どういうことなのかっていうところは。発行していますと私がここに残るということを早く受け入れれば気分が良くなりますよと。ブドウから果汁を取り出す作業、それはプレスの強度を上げればより多くのワインが得られ、強度を下げればより品質のいい品質のワインが取れると。弱いとってのがいまいち分かんないですね。強いとまあ多く出るんだろうなっていうのは分かるんですけど、弱いっていうのはゆっくり的な意味合いなのかな。量のためなら増やす、質のためなら減らす。最大の部分も多分違うんですかね。じゃあプレスの強さはボディとタンニンという2つの特性の値にも値にも影響する。バルベイラをプレスする場合最適なボディ値は8。あとの世代はほぼ読者が好きではないだろうから、ワインデータで正しいバランスを調べることもできる。簡単だろ。やっぱあっちの若い和コードも読者は好きじゃないんですね。これあーでデータね。まあ見たところで比較がないですから。で強度が0から100まであると。でタンニンが上がるんだね。タンニンだけ上げられるよね、こうすると。まあ進めてみよう。さあ冬今冬なのかな。冬終わるよね。さあ来た、雨が降ってきたと。雨の日はブドウ園で仕事ができないです。なんだってと。これそれは困りますね。そうなんですお茶飲みませんかと。でもやはりダブルエスプレッソをください。なんだあいつは。ちょっとこっちへ。今日はワインのボトリング、さあ来てますね。ワイン作りの最終段階、ボトリングが終わると最後のワインの品質がどうなるか。もう何もできることはなくなる。ボトリングが不可逆的で後戻れできない。次にあんたが自分のワインを目にするのは誰かのグラスに入っていて、その人が試飲してる時と。でもボトルに入れるのがボトリングなわけなんで、もう完成してるわけですからね。それで言うとボトルに詰めた瞬間もうね、まあ自分で飲むことはできるでしょうけども、基本的には客の元に行くと。これは私の最初のワインです。失敗したら私のせいですよ、ちゃんと言ってますね。責任感はあると、あるいはとんでもない個人主義と。私はワイン専門家であなたの先生でもある。これは私の責任だ。お、ジャンにも。このプロセスで私の無力感を減らすことができるのさ。ボトルが全てきれいに洗浄されていることと、質の高いコルクを使用していることだけ。まあそれは最低限いることですよね。汚ねえね、スカスカのコルクなんてやられたらたまらないですからね。あ、これね、さっきからずっと見てますけどね。ボトリング日数変動、あ、変動するんだ。最終段階、製品を完成させるためのプロセス。ラベリングはボトルを保存するための十分な倉庫スペースを確保しておいてください。キャップキャップシールによってはワインに欠陥を与える可能性があることを覚えておいてくださいと。へぇー。画像、作成できるの？わ、名前バルベーラですよね。
それでも偽装になっちゃうんじゃないの。ね、シャンパーニュのシャンパンみたいなもんで、ここバルベーラ地方なのかな。ボトルの数、残りのワインは後で、あ、だ全部やるかどうかか。だから全部やると運営費が高いというか、まあそれも利益が出ればってことですよね。ターン数は1で、これね、ワインキャップシール、まあ、と言われても変えられないね。あ、これコルク、合成コルク、高品質合成コルク、複合コルク、スクリューカップ、ガラスコルク、合成コルク安そうだな。高級合成コルクでしょ。で、形アルベイザ、あ、これも、あ、ボルドロってそういう意味なのかな。この形がボルドなんだ。ライン、ナッパ、アルベイザ、これが一番多いんじゃないですか。ボルドが色ライト、ラベルの話、あ、瓶の話か。あー、でももうこう 赤っぽいよね。だからライトでいいんじゃないの。色味が浮かりやすいんじゃないかな。で、ラベル、これうちのロゴだね。フクロウもしてますけど、かわいいね。ちょ、ヴィンテージ感出しておこうか。ヴィンテージ、あー、ってのは多分もっとね、なんか何年とかこう名前上にドーン、何年ドーンみたいな、何年かやってますみたいなね。これだけじゃちょっとちょっとな。これかな。ここでいいですよね。まあ、コルクだけ、あ、コルクとボルトだけ変えた感じかな。形だけだね。だから外でやってるね。ずっとね。これができないと。これもできないと。いや、できたら楽しみですね。で、さっきので、まあ、機械で今まで使ってきてるんで、それを洗っていくよ。で、同時にまたブドウを育てるよと。さあ、機械が疲れているうちに汚れや破損となることもあります。それぞれの建物で洗浄やメンテナンスをすることができます。汚い機械や劣化した機械を使うと品質が低下すると。さあ来たよ、ワインテイスティングを。アンナ久しぶりだね、元気してる。避けてるのかと思ったよと。で、同じ同性の、多分同年代なのか、マンナさんの上なのかな。ちょっと頼れるね、お姉さん的な感じでいいんじゃないかなと。じゃあジャンニはひまわりを食べる人間と。とにかく私たちは最初のワインをボトリングしたんだ。あとはこの最後の段階を特に気にして、タワーと絶対サトシに売ってね。サトシあまり外に出てないから、たまには外に出た方がいいと。サトシ、ジャンニがこう言った、ジャンニが言った、知り合いでもないのに彼のことはもう嫌なやつだと思ってるよと。ジャンニが急速に切られていっている。ジャニーのことなんか忘れなさい。いいか、サトシは町のワインバーのオーナー。あ、めっちゃ大事じゃん。ワインバーのオーナー。これ大事ですね。彼のその発言によって、うちのバルベーラ2021はもう左右されちゃうね。ワインね、試飲したい、テイスティングすると。最初はもうグラスに入れて、こうね、底の匂いを嗅いで。で、まず、最初の匂いと、まあ、その回すような作業ですよね。動かして。やった後の匂いって結構違うんで、そういうのをね、やったりするんですよね、多分。うん、すごい、愚痴ってますね。めっちゃ愚痴ってます。さあ、ワインバーで夜を楽しんでくださいと。行ってみよう。これはどうすればいいんだろう。春ね。新たなワインセラーに入れる。ワインをワインセラーに入れるバルベーラ2021。2700本あるのかな。さあ、ボディ。
ボディがよくわかんないね、未だに。低い方が薄いのかな多分、この感じだと。甘さ。まあ甘くないってことですよね。で、タンニン。酸度が強いと。どういうのに合うんだろうね、食べ物的に。まあでも甘いとそれこそ、ね、ディナーというか、あんま合わない気するけど。酸度が高いなら、肉とかなのかな、ね。甘いと、どうでしょうね。結構普通に合いそうな気するね。特定の匂いはしないってワイン。で、評価ね、100点満点ですけど、どうされるのかなってことで気になりますが。で、汚れたよと。ここで、これだね、ワインテイスティング。検査と評価。これによって価値や市場需要に影響を与えるよと。めちゃくちゃ大事。クリーングするか。これしたらさ、できなくない？ね、株分けもいいんじゃないの？ね。なんかやることが多そうですね。で、季節は待ってくんないもんね。これはまあ回転すれば。これはまあなんとかやろう。まあ、こんな一気に二つやることはないはずなんで、ね。さあ来てよ。さあワインはスコアで評価されています。スコアはワインの典型性とブドウの品質によって決まる。あ、典型性なんか高かったよね。土地柄みたいなことなのかな、典型性ってやっぱり。豊かな味はスコア上げる一方で味が不足であればスコアが下げられる。豊かな味。豊かな味とはよね。全部右に寄ってればいいのかな。はいはいはい。あ、まあさ。おお。あ、まあでも凡庸な。ね、安ければ飲むよみたいなスコアじゃない？このワインのボディを重くする必要があると。明るかったんだ、ボディが。ね、口当たりがよくわかんないね。酸度が高いんでね。どうなんだろう。抜けていく感じなのかな。あ、でも典型性高いね。このところで典型性高めのにボディがいいのかな。で、ボディ上げたら単に上がるよね、多分ね。それは典型性を高めんのかな。度数は10度ね。日本酒の半分ぐらいしかないですけど。さあ、バルベーラ。バルベーラは濃い色。フルボディ。え、でもボディ高め、さっき単に上がんなかったっけ？フルボディだけど低い単に。で、高い酸味。なるほどね。面白そうな。酸度が、ね、酸味が高いと。気になっちゃいますね。若いバルベーラは新鮮なレッドチェリーとブラックベリーのような非常に強い香りを持っていると。まあ、この、あ、こう、タンニンは3ね。だここがもうゾーンなわけだ。で、ボディにはダメなんだよね。とはいえ。この星のとこ、これも正解なのかな。だ、典型性マックスはそら正解なのかな。それはね。酸度は8なんですかね。タンニンは3。で、まずしてみたらいいのかな。さっきのとこがそうなのかな。ボディに甘さにタンニン酸。酸度が8だったのかな。で、これ高い。酸度高く。タンニンは多分、より低いかってとこだよね。低いタンニン。で、サトシのワインバー。こんにちは。僕のワインバーへようこそ。ご予約はされていますか？予約してないです。急に決まってしまったんですと。あとで最初のワインの話をしてくれませんかと。すごい。めっちゃ飾ってあるね。にゃ。よろしく、かわいい猫ちゃんと。慣れてもいいですか？うん。お今のことが好きと。お、猫に好かれるんだ。
ワインバーが好きです。とても居心地がいいですね。と。おー。バーではないんだね。樽の上にワイン乗っけてますけど。オープンな感じなのかな？さあ、栓を抜いて味見をしてみてください。でももう点は分かってるわけだもんね。可も不可もないみたいな点数でしたけど。勘弁してくださいよ。この沈黙に殺されそうです。やっぱりまずいんですよね。ああ、ジャンには絶対怒るぞ。何か失敗したんだわ。発酵の過程か、それともプレス、絶対プレスすぎたんだ。この頃か大丈夫ですか？ めちゃくちゃね、言うね。沈黙が正解ですよ。なんて言ったらいいのか。このワインは実は悪くないですよ。すべてのことも考慮してもです。色も綺麗だし、ボディも濃厚だし。ボディが濃厚。タンニンも低いですね。と。よくできていますよ。本当に良かった。特にファーストワインなんですから。アンナの言う通り、エマは自分が何をしているのか分かっているんですね。これがメニューです。好きなものを注文しておごるからお祝いです。と。あ、いいね。本当ですか。私は本当に家を出てみんなに会う必要があったんですね。とても気分が良くなりましたよ。と。で、一周これで終わりだ。なるほど。まあ、これストーリーがあるんでね、いろんな話を聞きながらって感じですけど。まあ、まだこれ利益出てないです。ね、多分ボトルに入れただけなんで、ネクリングしようかな。まあ、入れておきますけども。形的にこう詰めた方がいいか、多分。あんま変わらんか。さあ、オーダーです。これ誰に売るのかってことですよね。価格は何これ？割り引いてんのか？全部。で？あ、でもさ、あれ？ワインセラー。ワインのログ？ 2700 本じゃないのって。27、24、15でしょ？で、星、あ、星は一緒なんだね。だ、これは星、バルベーラの星やね。だ、変わんないと。売却、売却、売却。で、プラス594。あ、で、今日の経費を除いて、今日は、プラスと。なるほどね。で、まだまだ残ってるんで、売れますけど。ちょっと割り引いてますね。誰が割り引いたんだろう。わかんないですけどね。続きです。カルロ。彼女、かつて親父のワイナリーだったとこで働いてるよ。と。ワイナリーね。彼女はどう？いい感じだったよ。と。ワインね。めっちゃ長い。彼らはワインジャーナリスト。すごい、こいつ全部長い。彼女のことを思ってよく、しきり見た目以上の魅力があるかどうか調べなければならない。しかし正直に言うと、てんてんてんと。またジャンニか。君のモーディビックだね。と。さあ、ワインまずくなかったですか？私も味見していいですか？と。エマが出てこないね。私を一人にしてくれと。あ、なんか裏側のストーリーなのかな。ワインが広がってってるみたいな。さあ、完売した。844稼いだと。いいですね。初めて金を稼いだと。ね、出ていくばっかりのこの資金が、ようやくです。で、オーダー常にはないですね。だ、めっちゃ残ってると思うんですけど。なかなかね、数十本単位。まあ、数十本でも多いんでしょうけど。ね、大口の顧客が来てくれないとしんどいな。ね。
ショップを作るとオーダーの自動管理が実現できる。あ、今は手動だけど、自動化もできると。へえ、やっぱちゃんと経営もありますよね。さあ今回ね、ハンドレッドデイズというね、なんか結構長そうですけど、遊んでみました。いや、すごいね、専門用語というか、ね、ボディとか、なかなか出てきましたけど、ね、普通飲んでるだけだとあんま気にしないような、まあ、単語というかね、いろんな過程ですね。それを学んでいけると。でもシンプルなゲーム性で言うと、まあ、あの、ボード見て、まあ、その、置く場所にパズル形式ではめていくと。いうのがメインなので、まあ、その、なんだろう、すごいなんか細かい調整して、ね、細かい手の動きを使ってみたいなのはなくて、まあ、ストーリーベースだったんで長くなっただけで、普通に進めていく分には結構ね、短くサクッとやれそうだなというところありましたね。で、まあ、毎年こう試行錯誤して、ね、その地域性に合ったっていうのかな。まあ、そのワインを作り、評価を高めて売っていくと。いや、でもね、売って最初利益上げた瞬間、ね、まあ、総合的な利益じゃなくて、まだね、1日だけの利益。お金が増えたわけではないですけどね。でもあれちょっと嬉しかったですね。こう、ね、手に渡ってというか。まあ、こういうのストーリーモードで遊んでいけると。エンドレスが普通に遊んでいくモードで、チャレンジがなんか日数から決まってんのかな？あるいはね、なんか挑戦をしていくようなモードもあると。まあ今ね、ウィンターセールですし、なかなか楽しめますね。